ミスユニバース1992は1992年5月9日に太陽国番国のクイーンシーリキットナショナルコンベンションセンターで開催された。この年は78カ国の代表が競った。最後にナミビアのミッチェル・マクリーンが優勝しメキシコのルピッタ・ジョーンズから栄冠を授けられた。ナミビアの優勝はこれが初めてで現在まで唯一である。日本からは 安藤明子が出場した。バンコクのクイーンシリキットコンベンションセンター対応国は早くも1991年8月から大会の開催を予定し、10月に開催された世界銀行会議と大会に先立って、市の印象を改善するため、数千人のスラム居住者を退去させた。1991年12月、バンコクでの大会開催が公式に発表され、 当初は5月16日に予定されていた。翌年3月、開催日は仏教の祭日であるウェーサーカ祭りと重ならないように5月8日に前倒しされた。大会は大の政治的な危機の中で開催された。危機はスチンダー・クラー・プラユーン将軍の政権に反対する5月17日の暗黒の5月事件で絶頂に達した。大会の前日、広報責任者は 状況が悪化すれば大会は中止せざるを得ないかもしれないと表明したが他の大会関係者はその恐れは少ないと見ていた。ありがとうございます。